はい、どうも、ジェケちゃんです。隣町のね、愛知県岩倉市と、まあ、大口町も今から行くんですけど、五条川沿いですね。一級河川の五条川沿いにひまわり畑がね、なんか今盛り上がってるらしいんですよ、地元で。今年から新しくできたところもあれば、大口町の方は結構毎年やってるみたいなんですけども、まあ、僕知らなくてですね、結構立派なひまわり畑があるみたいなんですね。で、まあ、ひまわり畑ってすごい素敵じゃないですか。夏っぽいし、ひまわりにねちなんだ曲を、まあ、ひまわり畑をバックにね撮影できたらすごいいいなと思って、近いうちに後日そういった撮影をねしようかなと思ってたんで、まあ、今回ひまわり畑の視察みたいな感じで、どういったところなのかなっていうのをちょっと今回見てこようかなと思って、視察風景みたいな感じで今動画を回してます。今6時前ぐらいなんですけど、まあ、今夕日時で、写真もねできれば、今日すごいいい天気なんで、写真もねできれば撮れたらなと、夕日バックにね綺麗な写真が撮れたらいいなと思って、この時間を選んで、ちょっと暑いですけど向かってるって感じですね。綺麗に撮れた写真はね後日インスタグラムでもねアップしようと思ってますんで、ぜひねインスタの方もチェックしてみてください。よろしくお願いします。ひまわり畑ってね、過去にどうだろう、静岡の方に1回2回見に行ったことがあると思うんですけど、あと愛知でもあったかな、南千田の方とか行ったかな、1回。小さな町ですからね、岩倉市なんで。そういった田舎のいいところをね、いろいろ今後も紹介していけたらなと思いますので、ぜひよければね見てってください。暑い、めっちゃ暑いな。クーラーつけてても暑いわ。もうそろそろ岩倉市のねところには着きます。なんか水ベリングさんっていう、ね、環境保護みたいな団体がね多分今年立ち上がってるんですよね。2021年から五条川の水辺周りの環境保護っていう名目で、今回ひまわり畑もね新しく作ったっていう感じらしいんですよ。で結構それがうまくいったみたいな感じでして、話題になってました。今度だって8月はさ、なんか五条川で何カヌーじゃないけどさ、なんていうの、こうなんかボートに乗って川下りするみたいなことをするらしくて、そんなん五条川でできるんだみたいな、すごっていう企画だったりを今してるらしいです。素晴らしいですね。五条川ってやっぱ桜のイメージしかないっていうね、ジンクスじゃない、それだけでもすごいんだけど、日本の桜100選にも選ばれてる、その桜だけではないっていうね、五条川の魅力もね、今岩倉市のね観光の方とかもね YouTube とかでねいっぱい動画上げてたりとか、まあ、いろんなメディア通して紹介をしているので、多くの人のね目に留まってもらいたいことだなと思います。五条川ってマジですげえから、本当に綺麗すぎるから、まあ、ちょっとまっすぐ行ったら五条川の川辺のところに着きますので、そしたらまた動画回したいと思います。でそれまでちょっとスキップします。さよなら。はい、今目的地ひまわり畑着きましたんで行きたいと思います。てかさ、天気がやべえ、全然ちげえ。こっちめっちゃ快晴やん、めっちゃ快晴でさ、すごいんだけどさ、逆光でごめんね。こっちめっちゃ曇天なの、やばいよ。水辺リングさんのひまわりですね。いきます、3、2、1、ドーン。すごい、結構すごいよ。手ぶれひどくてごめんね。こっから入ってけるみたい。やっぱ田舎なんで全然人いなかった。すごいね、一応なんかひまわり迷路みたいな感じで作ってるみたいで、だったらさ、こんぐらいの高さでも全然楽しいよね。すげえ。あ、もう草履できたの間違えたわ。めっちゃ痒い足。あっちの方めっちゃ高いね。3メートルぐらいあるじゃん。真ん中行きます。ちょっと遅い感じですね。でもまあ知らない。7月のね15日ぐらいがなんかすごいピークだったらしいですね。おお、びっくりした。蜂がいました。こっちの方とかすごい。近場にこんなとこあったらテンション上がるね。だってここ別にそんなちゃんとした観光地でもないわけじゃんね。全然十分だよ、すごい。普通にテンション上がるよ。ひまわりってあれだね、朝日の方に顔向くんだね。こうやって見ると東の方に全部顔向いてるもんね。新しい発見がありましたね。はい、こんな感じ。
感じで一周しました。わあすげえ、ここすげえいい。映んねえ逆光で。こんな感じでさ、顔全部こっち向いてんだよ。めっちゃ綺麗よ。すげえわ。はい、こんな感じでね、1個目五条川のね、水辺リングさんのひまわり畑でした。今年さ、植えただけでこんだけさ、すごいんだったらさ、来年以降すごい楽しみだよね。頑張ってもらいたいですね。絶対来ますわ、来年も。じゃとりあえずね、まだ大口町の方があるんで、大口町の方回っていきたいと思います。よし、じゃあ移動します。今大口町の方にね、向かってます。今半ズボンで来たんですけども、めっちゃ刺された。めっちゃ痒い足が、やばいもん。しまった、間違えた服装。ちょっと考えれば分かることなんで、こういうところをズボラなんですよね。あと大口町がね、意外に遠かったっていうね。隣町だと思ってすぐ行けるでしょみたいな感じで考えたんですけど、意外と距離あったから結構かかるっていうね。なんとか日の入り前にひまわり畑着きたいけどね、どうしようね。東に向くんだね、ひまわりの顔って。それ知らなかったね。だから東側に撮影スポットのあるひまわり畑がめっちゃ綺麗だよね、やっぱ一番。どう考えても。それは学びましたね、今回すごい勉強になりました。太陽の光がこうひまわりの顔にちゃんと照らしてくれるから、めっちゃ綺麗に撮れるってことだよね、朝の方が。で、逆に西日とか夕日だと、もうさっきみたいに逆光になっちゃうから、影とかシルエットみたいな感じになっちゃうから、結構手腕が問われるよね。とりあえずね、あと5キロぐらいなんで、着いたらまた動画回したいと思います。はい、ということで大口町にやってきました。大口町の総合運動場があちらにあるんですけど、五条川沿いにね、ちょっと南の方に下っていったところにひまわり畑ありました。見てください。せーの、じゃん。すげえ。めちゃめちゃすげえ。びっくりした。やばいよね。すげえ綺麗。こんなとこあるんだね。全然知らんかった。全部さ、こっち側に顔向いてね、ちゃんとここ通路として開けてくれてんの、めっちゃありがたいよね。すげえ綺麗。それはね、映えるわ。映えしかない。これもマジで映えしかない。ちょっと回ってきますか。すごない？怖いよね、ひまわり見ながらのさ、この鉄塔との西日のこのスリーショットめちゃエグかったんだって。めっちゃ綺麗だった。今でも綺麗だもんね。いや、ここは映えるわ。すごい。ここもね、道通ってけるし。ひまわり迷路としてもね、全然遊べる。いや、すごいな、これはマジで。いや、これ尾張でも有数の映えスポットじゃない。えぐい。絶対来た方がいいわ、これ。今満開だよね、ちょうどいいし、見頃だしね、今。えぐいな。結構やってないとさ、この規模になんなくない？水辺リングさんのね、ひまわり畑もこんぐらいガッてできたらかっこいいよね。すげえいいと思う。今後に期待ということで。五条川沿いはね、やっぱ水がきれいなのかなってこともあって、すごいいいお花地帯ですよね。だから桜菜の花に次いでひまわりもね、こんだけきれいに咲いてくれるってことはすごいところだと思うんで、ぜひね、岩倉市小口町を訪れた際はね、夏とかね、特に来てください、ぜひ。やばいっすね。いや、これはやばいわ。やばいしか出てこん、もう。いいところね、知れましたし、いいとこ紹介できたと思います。いや、これはマジみんな来た方がいい、マジで。来年でもいいんでね、ぜひ小口町来てください。愛知県小口町もね、すごい小さな町なんですけど、いい田舎っぽさがあるんでね。あんまり目立たないところですけどね。
今後僕からもねいろんなことを発信できたらいいなと思います。多分ここで動画また音楽撮ると思うんで、そのね動画もねぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。はい、ということでどうです、田舎の本気やばない？本当にすごい、一輪一輪がちゃんと立派に咲いてて、でなおかつ顔が全部こっち向いててみたいな、あんな綺麗なひまわり畑はねなかなか見ないですよね。であんななかなか見ないようなぐらいのレベルのひまわり畑があんなど田舎の何畑みたいなところでポツンとあるみたいな、観光地でもなく地元でこんな綺麗なとこあるんだと思って調べてみるもんだね。ビビったねマジで。ごめんね言葉が全然出てこなくて、あのレベルはねないよマジで。愛知県で探してもないと思うんだよね。五条がすげえって思った改めて、まあ、桜もそうなんですけど五条があってすごいね、やっぱ自然ってすげえわ。で僕が行った時がもうほぼ多分満開の時だと思うんですよ。で多分この動画出る頃数日経ってると思うんで、今年のシーズン見に行くの遅いかなとは思うんですけども、来年以降も多分やってると思うんで、ぜひ興味がある方は行ってみてください。で僕は絶対毎年写真を撮りに行きたいなと思いましたマジで。うん、あのレベルはね行きます。近いしね、ほんと写真好きな人とかあの自然が好きな人はぜひ寄った方がいいと思います。大口町の五条川沿いのドンキとかが近くにあるんですけど、夏になったらねぜひ大口町、まあ、岩倉市のひまわり畑ねぜひ見に来てください。めちゃめちゃ綺麗でした。もちろんね動画でも綺麗に映ると思うんですけども、ちゃんと現地行って間近で見てあの大きさとあの綺麗さに圧倒されてほしいマジで。みんな知ってんのかな、知らないと思うんだよ多分。ネットとかで調べても出てこんと思うんだって。あれほんとおすすめっす。ここはねマジでおすすめ。あのほんとサブチャンネルとかでちょっととどめとくのもったいないなと思ったんで、急遽メインチャンネルであの動画出させていただきました。ぜひ見ていただけると幸いですし、ぜひ行ってみてください。めちゃめちゃ綺麗です。やばいっすあれは。田舎ってやっぱねすげえんすよ。自然が本気出すのはねやっぱ夏がやばいよねっていう今回の動画でした。まあ、今後もね愛知県や東海地方の綺麗な景色だったりとか観光地、皆さんが知っているものから知らないものまで、そういうのをねどんどん紹介していきたいなと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。この動画はねマジで見てほしい。自然は好きなんでね、夏だとやっぱ活発になるじゃないですか。もう本当は山とかも行きたいんですけど、まあ感染症もあるんでちょっとどうしようかなって感じなんで、まあ、結構ね綺麗な景色はこれからもね撮っていきたいと思いますし、紹介していきたいと思いますし、あとね OYJ もねメンバーで弾き語りとか、まあ、バンドのアコースティック形式で、まあ、曲カバーしたりしてるんですけども、バックでね尾張地方とか愛知県のそういった綺麗なところ、いわゆる映える場所をバックにこう演奏していく動画をどんどん撮っていきたいなと思ってるので、尾張地方とか、まあ、愛知県内でも全然いいんですけど、まあ、東海地方でも全然いいんですけど、まあ、どんどん大きくなるけど、そう尾張地方から愛知県から東海地方まで結構映える観光スポットみたいなのがもしご存知あれば、あのコメント欄とかでね紹介してほしいです。それをね参考にして今後もねいろんな動画撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。